何でもよい。そなたが望むものがあるならば、そのすべてを与えよう。その強運への褒美と思うもよかろうし、わらわの求めに対する正当な対価と考えてもよい。そなたにとっては全く大したことではないかもしれない。しかしわらわにとってはそれだけ意味がある取引だということ。せっかくわらわは魔女なのだから、魔女にしか叶えられない願いを求めるのが利口ではないかと思うぞ。せっかくの機会ではないか。この黄金のベアトリーチェから恩恵を得られるなど。わらわの通り名は黄金の魔女。金蔵に与えたように山なす黄金を与えることは造作もない。何しろ人の世の快楽はすべて金で換算できる。すなわち黄金こそが人の世の快楽そのものなのだ。そなたは想像ができるか。生涯をかけても使い切れぬ黄金の山が。難しい。どれほど空高く積み上げた黄金であろうとも、満たされぬものがあることを知っている。埋められぬ隙間があることを知っている。わらわはそれをないがしろにしないし、それこそが魔女であるわらわにしか与えられぬ褒美であると考えている。そなたのそれをわらわが埋めてやるというのはどうか。なるほど、これはいい。わらわはそれをないがしろにしないし、それこそが魔女であるわらわにしか与えられぬ褒美であると考えている。わらわにしか与えられぬものだ。そなたもさぞや喜ぼう。口にせずともよい。そなたの心の隙間など顔に書いてあるからすぐにわかるぞ。Thank you.
そなたの深き心の傷はどこまで遡れば癒せるのか。これは深い時に破片を飲み込んだまま傷口が閉じてしまうこともある。そういう傷は見た目には癒えていても永遠にうずきを感じ続けるものだ。完全に治すために今一度傷口を開くこともあろう。そなたの痛みはすでに生まれながらにして運命づけられたもの。これは何とも辛いものよ。言わずともよい。わかる、わかる。ローザ、ローザ、どうしてお前はそんなにバカなのか。ローザ、ローザ、どうしてお前はそんなにバカなのか。ローザ、ローザ、どうしてお前はそんなにバカなのか。
どうやって癒すのか。可能ではあるが簡単ではない。時間を巻き戻し、そなたに兄と姉がいなかった世界を与えることもできよう。しかしそれではそなたは兄と姉に苦しめられた記憶が残らず、ゆえにそれをもって褒美であると言われても納得はできまい。飢えは癒してこそ満たされる。飢えそのものをなかったことにしても誰も感謝しない。日々の飽食に感謝する若者がいないようにね。わかるか。となればそなたの痛みに報いる喜びがいる。そなたは苦難の過去を誇っていい。苦難を知らぬ者には味わえぬ快楽を知る資格があるからだ。この快楽を知る者は同じ喜びを他者にも与えずにはいられなくなる。食は人の快楽の多くを占める。生涯生き続ける限り豚のように食い続けなくてはならぬ。一食で足りなければいくらでも。その心の痛みが癒えるまで美食の宴を続けようではないか。始めろ、カグども。ドイツ産の寄付ワインにあやかった甘きアペリティフよ。白ワインを赤きゴールデンドロップで染めたワインカクテルだ。名付けるならばブラッディ・クラウスか。そなたの兄を圧搾機にかけて絞り出した血のゴールデンドロップだけで染めてある。そなたは紅茶に詳しかろうから意味がわかろう。ゴールデンドロップとは最後の一滴のことだ。紅茶で最も貴重な一滴と言われている。そして血のゴールデンドロップも同じ。人間から絞り出せる血液の貴重なる最後の一滴、あれにて絞る。
しかしゴールデンドロップは一度に一滴しか取れぬ。どんな人間からも一滴以上は取れぬというわけだ。しかしわらわは魔女。人を蘇らせることもまたたやすい。ゴールデンドロップがどれほど貴重なものかお分かりいただけたかな。それを集め、それほどに赤く染めるには何十人分も絞らなければならない。色抜くこの男に殴られ口中に滲んだ血を飲み込んだ日を忘れたか。そうそう、あの味を思い出せ。こぼし尽くして枯れ果てた涙の味を思い出せ。その悔しき思い出を癒して足りるアペリティフであると信じてる。それは旬の野菜による二枚舌のサラダ風だ。お前がいつか食いちぎってやりたいと9歳の誕生日の日に願った。エヴァの舌で作った念願のサラダよ。ああ